皆さんこんばんは。京橋サイクエリアマネジメント事務局の小林です。芸術文化講座をご視聴いただきありがとうございます。本日も、京橋サイクのミュージアムタワー京橋16階のカフェから無観客で、アートと生活をテーマとしたオンライン講座をお送りいたします。本日は伝統工芸やアートを暮らしに取り入れるコーディネートのお話です。ここ京橋にあるアートや古美術をただ飾るだけでなく、生活空間や毎日のひとときに取り入れた豊かな暮らしを空間デザイナーの佐藤由美子さんにお話しいただきます。また登場する古陶磁については古美術商前坂青天堂の前坂さんに解説していただきます。タイムスケジュールですけれども、19時45分ごろまで、スライドを用いてのご講演をいただき、その後質問への回答時間を、いただきたいと思っております。ご質問やメッセージは講演中に YouTube のチャット欄にお送りください。それでは本日の講師をご紹介します。空間デザイナーで、空間デザインスタジオストレイル主催、そして五感で感じる器セミナーを、企画主催されている佐藤由美子さんです。佐藤先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。そして、古美術商で、前坂青天堂店主でいらっしゃいます前坂範之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここから佐藤さん、前坂さんにマイクを渡したいと思います。よろしくお願いします。はい。ただいまご紹介いただきました佐藤由美子と申します。今日はよろしくお願いいたします。こちらにプロフィールが映し出されていますが、私の方からもお話をさせてください。空間デザイナーとして今まで作らせていただきました空間は、自然の変化や移ろい、刹那的な美しさと滅びゆく儚さ、そんな自然観や美意識を大切に作っています。また伝統工芸を広めるための活動の一つとして、テーブルを通して伝統工芸や文化を知っていただき、それを生活に取り入れるためのお話をさせていただいています。また私の母は九州佐賀県、父は長崎県出身で、子どもの頃から器と料理の好きな母に育てられました。そしていつも身近に小井まりや有田の器がありました。早くに他界しました両親の法事に九州に行くと、子どもの頃のにぎわいがなくなっているように感じ、何かお手伝いができないかと考え、好きな器を通して応援をさせていただいています。他には五感で感じる器セミナーを企画主催させていただいています。見て触れて感じる五感で感じる楽しさ、学ぶ楽しさをたくさんの方々と共有させていただきたいと企画しました。そのセミナーでは今日ご一緒させていただいています前坂さんに、小井まりを通して歴史や文化を講義していただいています。前坂さんとの出会いは2017年のホテルのイベントになります。そこで私が小井まりと有田の器を使ってテーブルをコーディネートさせていただきました。期間中前坂さんにたくさんの小井まりについてのお話を伺い、とてもその学びが楽しくて、その学びの楽しさをたくさんの方々と共有したいと思い、この五感で感じる器セミナーを企画させていただいています。今日はその五感で感じる器セミナーの写真と器もお持ちしていますので、後ほど前坂さんと一緒にお話をさせていただきたいと思います。それでは前坂さんにおつなぎしたいと思います。こんばんは。私は東京日本橋で古美術商を営んでおります、前坂青天堂の前坂範之と申します。今回、芸術文化講座でご一緒させていただくことになりました佐藤由美子さんとは、以前ホテルでの美術祭事をのあるきっかけに、小井まりの器を用いたテーブルコーディネートをによって、知り合いました。その後佐藤さんのライフワークの一つである器を介してさまざまな催しに私も参加協力をさせていただいております。今回ご覧いただくスライドの中にもその時の写真がいくつかご紹介されております。本日私はその写真の中で使われている
小井まりの器について、説明をすることになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではスライドを見ながら前坂さんとお話をさせていただきたいと思います。伝統工芸やアートを暮らしに、好きなものに囲まれた暮らし。1. 日常のティータイム編。 2. インテリア編。 3. テーブルコーディネート。 4. 五感で感じる器セミナー。こちらの順番で今日はお話を進めさせていただきたいと思います。日常のティータイム編。明るい窓辺の下でテラスで、暖かな日には好きな器で豊かな時間を過ごしてみて。こちらは春の日差しの中、窓辺でのお茶時間になります。こちらに使った器 の真ん中にはうずらが描かれていて、そのうずらの鳥に合わせて、下の漆器には鳥かごと鳥の漆器を合わせています。こちらの器がとっても可愛かったんですが、前坂さん、こちらの器はどのようなものになりますでしょうか。この器の真ん中に描かれている文様は、2羽のうずらと阿波の文様が描かれています。うずらと阿波というのは昔からセットで描かれることが多い文様なんですけれども、当時好まれた図柄の一つだったと思われます。この器は江戸時代18世紀の初め、1700年代頃の、小井まりの器、当時ヨーロッパに輸出をされた器になります。皆さん、ご存知でない方もいると思うので、前坂さん、こちらで小井まりの説明をしていただけますでしょうか。小井まりというか、伊万里の説明をしていただけますでしょうか。はい、これからスライドにて小井まりの器がたくさん紹介されますけれども、まず最初に伊万里焼の発祥について、少しお話をさせていただきたいと思います。桃山時代の終わりの頃、豊臣秀吉が朝鮮半島へ出兵をした文禄慶長の役というのがございましたが、その時に刀工とともに、技術が日本へと伝わったわけです。その時に日本に渡ってきた刀工の中で、教科書にも出てくるかと思うんですが、李三平という人がおりまして、その李三平さんが江戸時代の肥前の国有田、今の佐賀県有田町に磁器を作ることができる石、磁石を有田の泉山というところに、発見したのが、その小井まりの発祥と言われております。それまでの日本の焼き物は唐津焼きですとか備前焼きといった土物と言われる陶器しか日本では焼くことができなかったんですが、李三平さんが泉山に見つけた、磁石をですね、砂になるまで細かく砕いて、それを水の中で水肥をし、そこにたまった粘土を用いて皿や鉢、壺などを作り、それを高温の1300度という温度で焼くことで、白くて硬い焼き物、磁器が焼けるようになりました。今から約400年ほど前の1616年の頃と言われております。これから出てくるスライドの中にも、初期伊万里や柿右衛門、鍋島などの写真も紹介されますので、その時にまた器の話をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。工夫は無限大。アンティークタイルもお菓子を乗せれば素敵な器に。こちらの写真のタイルは17世紀のオランダのタイルになります。次の写真はこちらのアンティークタイルに器としてお菓子を乗せて使ってみました。この日はマカロンと小さなグラスに紅茶を入れて楽しみました。皆様も好きを大切に、自由に楽しんでください。次の写真は、左側は小井まりとフランスのオールドバカラを合わせています。右側、漆器本にデンマークのロイヤルコペンハーゲンのカップ&ソーサーと小井まりを組み合わせています。私はこのように日本のものと西洋のものの重なりが大好きで、組み合わせて使っています。皆様も今お家にある好きなもの、和と洋の器をクロスさせて自由に使ってみてください。
こちらの写真の左側に使われている器ですが、これは初期伊万里と呼ばれる器になります。だいたい1640年代に作られた木工型と言われる小皿になりますが、これは中国明時代の景徳鎮で作られた小染付けと言われる器の文様を衣装に手本として日本で作られたものです。ありがとうございます。セットのカップ&ソーサーでなくても気の合いそうなものを自由に行く通りにも組み合わせを楽しんで、次の写真は小さなチョコと小皿を組み合わせています。こちらは通り物という同じ文様の器で合わせています。こちらは通り物というんですよね。はい、実はここに使われている器は、小伊万里の器なんですけれども、他に種類がございまして、通り物と呼ばれる器になります。通り物とは、同じ文様で形式や用途の違う器が一通り揃っているということから、通り物と呼ばれておりました。昔は冠婚葬祭ですとか、年中行事を自分の自宅で行うことが多かったんですけれども、お蔵にしまってあるこれらの器を出してきてはお客人をもてなすために、通り物の器を使ったと言われております。ここで、8種類の通り物を実際にご用意させていただきましたので、ご覧いただきたいと思います。こちらの器は、もともと10脚20脚の単位で箱にしまわれて、蔵の中に収められているものなんですけれども、今回この器とともに、これがしまわれていた切り箱の蓋も一緒にご用意いたしましたので、ご覧くださいませ。まず最初にこちらの器になります。これはご飯や、汁物を入れた器、蓋がございますので蓋茶碗というふうに呼ばれておりました。その次のこちらの器ですけれども、こちらはナマスという料理がございますが、それが名前の由来とも言われております。ナマス皿というふうに呼ばれております。またこの上にございますこちらの器はナマス皿を大きくした器ということで、大ナマスというふうに呼ばれておりました。これが収められていた箱になるんですけれども、伊万里焼の藍錦、藍錦というのは藍というのは染め付けという意味合いで、錦というのは色絵、金彩が施されたこういう色絵のことを言うんですけれども、伊万里の藍錦のナマス皿というふうに書かれております。次こちらの七寸皿になりますけれども、これは、焼き魚を盛るための器として、使われて、いたようで、こちらの箱書きにもございます焼き物皿というふうに呼ばれておりました。またこちらの小皿になりますけれども、こちらはお醤油ですとか塩を添えるための器ということで、昔はお手塩ですとか手塩皿というふうに呼ばれておりました。またその手塩皿の小皿よりもさらに小さな器、こちらにございますけれども、これは豆皿というふうに呼ばれておりました。箱書きの方にもこちらのように手塩皿の手塩というふうに書かれております。次のこちらのワンナリの器ですが、これもお料理を盛るための器になります。向こう漬けというふうに呼ばれたり、またチョコというふうに呼ばれたものになります。でその奥にございますこちらの小さな器、これはのぞきチョコというふうに呼ばれておりました。器がかなり小さいので、中をのぞき込まないと中身が見えないということからのぞきチョコと呼ばれていたようです。これがしまわれていたのがこちらの箱で、チョコ、のぞきチョコというふうに書かれております。大体こちらにご用意させていただいた8種類の器がございますけれども、通り物というのは大体5から9、10種類ぐらいがセットで通り物の器というふうに呼ばれていました。昔は宴ですとかそういう宴会の席でこちらの料理を使うんですけれども、一つのお膳には乗り切らないことから、
一の膳、二の膳、三の膳といった形でお客様をもてなしたというふうに言われております。佐藤さんはこれらの器を上手に組み合わせることで私たちに器の楽しみ方を提案してくださっております。今回も佐藤さんがここで器の組み合わせについてご紹介してくれますので、どうぞよろしくお願いします。先ほどのお写真のティータイム編ではお揃いの通り物でコーディネートをさせていただきましたが、今回はこちらにいくつかの小皿がありまして、こいまりの楽しさは本当にいろんな組み合わせが無限大にあって、それぞれの楽しみができるところにあります。例えばこちらのお皿はこれとこれと通り物で、この柄とこの柄がセットなんですね。そしてこちらもまた通り物という、先ほどの前坂さんのお話のようにセットなんですけれども、もちろんこのセットのものはとても合いますけれども、そういったものだけではなく、自分のお気に入りのいろんな小皿があるとしたら、他のものとこのように組み合わせても、このように組み合わせても、本当にどの器と組み合わせていただいてもびっくりするほど合うんですね。その好きな景色を自分で見つけていただく楽しみを皆様にも見つけていただきたいと思います。次のお写真はキューブに切ったスイカをこいまりに入れて楊枝を刺しています。これってとってもおしゃれに見えませんか？実はこれは浮世絵にこのように使っているこいまりを発見して、江戸時代の人がこのように使っていることに私自身すごく感動して、それを再現してみました。前坂さん、実際に江戸時代の方はこのようにいろんなふうに器を楽しんでいたんでしょうか？先ほど浮世絵の話がありましたけれども、こいまりの器が江戸時代にどのように使われていたのかを知る上で、浮世絵っていうのは非常に興味深いものがあります。この写真のようにスイカが盛り付けられたこいまりの器ですとか、サバチ料理のような、大皿に盛り付けられた料理などが浮世絵の中には出てまいります。当時の生活の中でこいまりがどのように使われていたのかを知ることが、浮世絵で私たちも垣間見ることができるんですね。昔も実際浮世絵、この間の拝見した浮世絵もそうでしたけれども、はい、まさにこのように使われていたということですね。はい、はい、すごい楽しいですね。そういうふうに思いを馳せるとより楽しく感じます。次の写真はタコカラクサを使ってのお茶時間になります。私はタコカラクサが大好きなのでよく使うんですが、左のタコカラクサの小皿にガラスの器を合わせて、そちらに中国茶を入れて、その手前のタコカラクサのプレートには金魚のお干菓子を入れています。右側は同じ器のタコカラクサの器に金柑の甘露煮、そしてチョコにはお茶を入れ、そして下はのぞきチョコと呼ばれるものにパンナコットを入れています。タコカラクサはいろんなふうにすごい見るんですけれども、当時から人気はあったんでしょうか？そうですね、これらの写真のようなタコカラクサと呼ばれる文様は江戸時代でも長く描き続けられた文様の一つで、こいまりの文様の中でもベストセラーになるようなものになります。これらの文様をよく見ますと、タコカラクサの描き方によってその器がいつぐらいに作られたのかっていうことを知ることができるんですけれども、写真の左下のところにありますお皿に描かれているタコカラクサですけれども、これはよく見ますと一本一本のところが少しラフに描かれているんですね。この器はそういうところからも江戸時代後半、19世紀1800年代の作品になるかと思います。元禄の頃のタコカラクサになりますと、輪郭線をしっかりとってもう少し丁寧に描かれているかと思います。そのようなことを知って、さらに使うと楽しさが増すと思います。はい、ありがとうございます。次の写真は白抜きの向こう漬けと小皿でお茶を楽しんだ時のお写真になります。こちら の文様が白抜きという技法っていうふうに前坂さんから教えていただいたんですけれども、この白抜き技法がとっても私は気に入っているんですけれども、どういう技法になるんでしょうか？技法といいますか、この器はですね、白抜き、
つまりその文様を描いたところで、その文様でない余白の部分を、染め付けを用いて塗り埋めてるんですね。だいたい江戸時代の18世紀後半から19世紀の初めの頃に流行った描き方というふうに聞いております。はい、やっぱり手間がかかるんでしょうか、普通のものに。そうですね、器というのはこう文様をこう描くんですけれども、だいたい文様というのはこう描いた文様の中側を塗るんですね。ただその余白を塗ることによって、その文様が全体的にこう浮き出るような文様で、まあ私たちもこう見ても非常に綺麗だなというふうに思いますが、はい、非常に手間がかかる、塗り絵のように余白をずっと塗っていかなきゃいけないことになります。はい、大切に使いたいと思います。はい、アクセントに補色を使うと素敵なコントラストが生まれ、上級者のアレンジに。こちらは補色であるブルーとイエローの組み合わせにしています。このように補色は互いを引き立てる効果があります。次の写真は羽が描かれたプレートなので、そのプレートにこのような鳥のオブジェを合わせて使っています。実はこの鳥のオブジェは食器ではなく飾られていたものなんですけれども、このように取り合わせて使ってみたらとってもしっくりいって、私はそれから食器として使わせていただいています。こちらに使った羽の器は私にとってはとっても新鮮で、江戸時代の人のデザインっていうものに対してとてもワクワクした器になります。こういった羽の器とかこういった色の器というのはよく見られるものなんでしょうか。そうですね、まあ、珍しいと思います。だいたい古伊万里の器というのは緑ですとか黄色ですとか青ですとか、まあ、ましてこの器になりますと染め付けも使われておりませんので、赤と金彩のみで文様を構成している、どちらかというとこう西洋の雰囲気もあるような、ちょっと古伊万里の中では珍しい器になると思います。はい、ありがとうございます。時空を超えた出会い、今日はこちらにポットを持参いたしました。この写真に使われている佐藤さんのお気に入りのティーポットを今回お持ちいただきましたので、実際映像でご覧くださいませ。この水中は江戸時代17世紀末頃の柿右衛門の作品になります。当時この作品はオランダ東インド会社の注文によってヨーロッパの王侯貴族の高級食器として海を渡りました。よく見ていただくと、取っ手の部分から蓋のつまみ、注ぎ口にかけて金の金具が添えられております。これは当時フランスにて製作された金具が装飾としてつけられ、王侯貴族の宮殿にてティーポットとして使われていたようです。これらの柿右衛門の作品は当時ヨーロッパではかなり人気を博していたようで、18世紀に入りますと王侯貴族の命によってドイツのマイセン王が柿右衛門写しを作るようになったという経緯があります。この水中は江戸時代ヨーロッパへと海を渡り、近年日本へと里帰りをし、現在佐藤さんのコレクションの一つになっています。ありがとうございます。私はドイツが好きで何度か訪れていますが、必ずドレスデンにあるツインガー宮殿に足を運びます。宮殿の中には約5万点もの陶磁器コレクションが展示してある美術館があり、中国の宋明代から日本の伊万里焼、柿右衛門磁器、マイセン磁器が当時を彷彿させるように展示されていて、何度訪れても感動いたします。展示もガラスケースに何百年もの前の磁器が並び、その向こうに窓からツインガー宮殿の古びたレンガが見え、まるで時を超えてタイムスリップをしたような気持ちになり、いつも感動します。そしてそこに並んでいる陶磁器コレクションに圧倒されるとともに、日本の古伊万里の美しさに誇らしい気持ちにいつもなります。まさにこのポットと同じように、海を渡った日本の磁器にヨーロッパの技術で真鍮や金や銀を用いて装飾を用いたものがそちらの宮殿にはたくさん並んでいて、その世界観が大好きでいつもうっとり眺めていました。それと同じこのポットが前坂さんのところで
出会った時には本当に驚いて、もう本当にドキドキして、もう迷わず私はこれを家に連れて帰り、お誕生日ではなかったんですけれども、勝手に自分への誕生日プレゼントとして今は大切に使わせていただいています。そしてこの次のお写真なんですけれども、こちらは先ほども言ったように、そちらでは日本の磁器に憧れて家計紋写しがたくさん作られているんですけれども、その磁器も並んでいて、その単なる家計紋写しではなく、舞仙がその舞仙の世界観で写しとして作ったその世界にもすごく私は感動していて、今回このポットを手に入れた時に、ぜひその舞仙の家計紋写しの器と一緒に使ってみたいと思って、こちらは一緒に使わせていただきました。で、次の写真はそのポットと私の好きな漆芸作家の富樫隆夫さん の、 漆の赤い漆の灰と、そしてその下にはバカラのシルバーのトレーを合わせて使わせていただいています。このように時空を超えた出会いみたいなものに私はすごくロマンを感じて、自分で使う時の楽しみの一つとしています。皆さんも自分なりの楽しみを見つけて生活に取り入れていただけたらと思います。次のお写真はこのスタンドに小祝の小皿の方を飾らつかスタンドに載せて使っています。このようにスタンドに載せるとお菓子を載せてもいいですし、お花を載せたり季節の実のものを載せたり、そういろんな楽しみ方ができるので、いろんな楽しみを見つけてください。右の方はちょっと大きな色絵の、なんて言うんでしょうね、色絵の器だったので、こちらに朝たっぷりのコーヒーを入れて私は楽しませていただいています。インテリア編、これからのスライドはインテリア編になりますけれども、東京都中央区にあります京橋日本橋エリアに集まる画廊や美術展が毎年4月に開催するアートイベント、東京アートアンティークの企画として、昨年佐藤さんにレクチャーをお願いした時の写真になります。残念ながらコロナ禍により開催ができなかったんですけれども、その際の写真をご覧ください。実際に素晴らしい古美術品やアートを使わせていただき、改めて自分古美術の持つ力を私自身が教えていただいた、そんなコーディネートになります。次からちょっと説明をさせてください。いつもそばに置きたい主役を決めてみましょう。主役の中にある色をちょっと取り出して使うのがコツ。自然と全体感が出てきます。こちらは家計紋の獅子の置物を主役にしました。私は大切なものはいつも見えるリビングの真ん中に置いて毎日話しかけているので、もしこんな可愛い獅子がいたら毎日見る角度を少しずつ変えて楽しむと思うので、その気持ちのままリビングの真ん中に飾りました。主役の獅子に合わせてシルバートレーにはオランダのブルーの器を置き、全体の雰囲気をまとめています。この獅子がすごい可愛かったんですけれども、前坂さん、こちらはどういうものになるんでしょうか。先ほど佐藤さんのお気に入りの水中がございましたが、こちらも柿右衛門の獅子の置物になります。柿右衛門は皿や鉢などの、日常使える器を数多く作ったんですが、この写真のような立体の焼き物も得意としており、獅子以外にも唐子ですとか婦人、布袋さんですとか動物をかたどった、作品なども作られました。この獅子の置物も江戸時代17世紀末に、ヨーロッパの王侯貴族の宮殿を彩る装飾品として、海を渡り、近年日本へと里帰りした作品になります。はい、とても可愛かったです。シックな空間には意外性をちょっとだけ盛り込んでみて、ここでは洗い肌合いの牡蠣がスパイスの役割、この
北欧家具と漆器に青磁の器、そして全体に色を漆器にまとめています。落ち着いた真鍮のキャンドルスタンドとオランダのデルフトの額装をリンクさせて、全てがまとまった中に肌合いの粗い赤木をスパイスとして今回入れさせていただきました。こちらで使っている器は、そうですね、このテーブルの上に乗っている青磁のお皿ですけれども、鍋島焼きになります。皆さん鍋島焼きと言いますと色絵を想像されるかもしれませんが、こちらは淡く美しい緑色が特徴である鍋島焼きの七寸皿になります。だいたい製作年代は江戸時代18世紀初め頃に作られたものになります。ありがとうございます。いつものダイニングの空間を同系色で統一、漆の黒と赤が入ります。シンプルな花器とグリーンを足して現代的な空間に、掛け軸もここでは渋めのスイス木画を飾ることで主役が引き立ちます。ダイニングに大きく花を生け、その下でお花見のイメージでコーディネートいたしました。実際に季節の花の下で私はお茶を楽しんでいますが、今お出かけができない中、そんな楽しみをお勧めしたいと思います。リビングダイニングはこのように同系色でまとめることで漆の黒と赤が引き立ちます。掛け軸も渋めの水墨画でまとめました。我が家は床の間がないのですが、掛け軸をこのように空間に絵画のように飾っていただくだけで、いつもの空間が新鮮な空間に変身するので、この組み合わせはとてもおすすめです。色を意識すれば思いがけない組み合わせも可能に、モダンとアンティーク、素材の違いはシンプルさと色の統一感が決めて、こちらの北欧家具に漆器の器と花の竹入れを組み合わせてコーディネートしました。それぞれ主張がするものも色を合わせればこのようにまとまりやすくなります。こちらの1950年代のランプの明かりがとても暖かく、うさぎが餅つきをする蒔絵が描かれた漆器と竹の花入れを合わせて、お家でお月見を楽しむイメージでまとめました。次の写真はコンソールに人工壺を好きなものを組み合わせてお気に入りのコーナーで楽しむ暮らし。コンソールに人工壺をこのように置いて楽しむように、お部屋のちょっとしたスペースに好きなものを自由に置いて楽しんでみてください。前坂さん、こちらの人工壺はどのようなものなんでしょうか。こちらの作品はですね、当時ヨーロッパへと海を渡った古伊万里錦出の人工壺になります。人工壺とは沈む香る壺と書いて人工壺というんですけれども、壺の中に香木を入れておき、蓋を開けますと部屋中に香木のいい香りが、包まれるといった、芳香用の器として宮殿に飾られたようです。ありがとうございます。染め付けのブルーとガラスはとても相性がいいもの。シルバーを合わせると主張せず、お互いの良さを引き立てます。染め付けとガラス、シルバー、漆器という異素材の組み合わせは互いの良さを引き立て、それぞれ の美しさを際立たせる組み合わせになります。私はいつもセミナーなどでこの組み合わせを実際に見ていただいています。後ほどコーディネート編で実際に見ていただきますね。そして次のお写真はフランスのシルバーのプレートに江戸切り子と薩摩切り子を合わせました。あえてグラスは揃えずに、ゲストに好きなものを選んでもらうのも楽しい演出になります。小さな空間に絵とサイドテーブルを置いて、小物も小さな物語を演出するように楽しんで、お家の小さな空間もこのようにサイドテーブルや掛け軸、お気に入りのイラストや小物で自分の中で物語を考えるように遊んで楽しんでください。
テーブルコーディネート。新緑の中、ブルー&ホワイトでアフタヌーンティー。こちらのテーブルは、青のある暮らしというものを催しで、ブルー&ホワイトということでコーディネートをさせていただきました。この時はですね、青のある暮らしをテーマとして、実は美術館を含めた3会場で展覧会が開催されたんですけれども、まず最初に原宿にあります太田記念美術館さんでは、ジャパンブルーと称される綺麗な青が特徴である浮世絵作品を数多く展示してくださいました。また渋谷の松濤にありますとぐり美術館さんは、世界トップクラスの古伊万里のコレクションを有する陶磁器専門の美術館なんですけれども、青のある暮らしの企画のために染め付けの遺品を多数展示してくださいました。私どもの店舗がございます東急本店の古美術の祭事においては、日常を使いいただける古伊万里の器の中から、藍の色の涼しげな古伊万里染付食器を多数展示販売し、その時佐藤さんにも古伊万里の染付食器を使って涼しげなテーブルセッティングをお願いいたしました。それらがこれからのこの写真になります。この写真はちょっと分かりにくいんですけれども、この高唐草のプレートの中には見込みに龍が描かれていたので、そこに龍が描かれた器を重ね、その上に龍高唐草のチョコをセットしています。ゲストが器を取るために下から龍が顔を出すという演出にしています。お客様の喜ぶ顔を思い浮かべて演出するのが一番のおもてなしではないでしょうか。次は染付の器で夏のおもてなし。夏の一日、友人夫妻をお招きにしての食卓をイメージしています。藍色の着物を思わせることから染付と呼ばれている青と白の器、古伊万里の染付の蓋茶碗を主役にコーディネートいたしました。染付とガラスを合わせて涼しげな演出をしています。この写真にあるようにカニや人手の小物を合わせたり、季節の小物で遊んでいろいろな発見をしてみてください。今日はタコカラクサとハナカラクサのこの器をお持ちしていますので、実際に見ていただけたらと思います。こちらの前の方に置かせていただいております。こちらがタコカラクサの蓋茶碗で、こちらがハナカラクサの蓋茶碗です。先ほども言いましたように、そのまま置いてもいいんですけれども、このようにちょっと下の漆器が、ちょっとこれモダンな漆器なんですけど、それにこのようにガラスを組み合わせて、その上に有田のブルーの器を合わせて、そこに蓋茶碗を合わせています。このように古伊万里の組み合わせを楽しんでいただくと、いろんな表情が見えます。またこちらの方をブルーで合わせていますが、このように白いものと合わせていただいても、また涼しげでまた違った演出もできると思います。そしてこちらの方は逆に一番下にアルミのこのシルバーのモダンなものを置かせていただいて、その上にこのブルーの器を置いて、そしてそこに小さなガラスを合わせ、そこにこの蓋茶碗を置いております。このようにやっぱり異素材を組み合わせると、先ほども言いましたように素材のお互いの良さが引き立て合います。もちろんこれがなくてこのような形でもいいと思いますし、そして先ほど前坂さんがおっしゃっていました通り物もこちらにあるので、こちらも見ていただこうと思うんですけれども、これもこのように合わせても本当にいろんな組み合わせでいろんな表情が見えるので、本当にお求めいただいた後に自分だけの組み合わせをこのように楽しんでいただけるととても楽しいと思います。また今はこのような組み合わせにしていますけれども、これを完全にこのような通り物の器にして、そこにまたこのような蓋茶碗でセットのように洋食器のように楽しんでいただくこともまた一つの使い方で楽しいと思うので、自分だけの使い方を楽しんでみていただけたらと思います。次は色絵の彩る秋の一日です。今日はこちらに使った器の方もお持ちしています。こちらは友人夫妻を招いてイタリアンでお食事会のイメージです。古伊万里の器を使い、
それにシルバーと漆器を合わせて現代の生活スタイルにして小いまりで花を添えています。クロスはブラック、グラスはアールデコのエスプリを感じるスタイルでモダンスタイリッシュにまとめました。最初に席に着く時から器でおもてなしをしたいので二茶碗で華やかにおもてなしをして、最初の前菜はグラスに野菜のマリネとシュリンピをお出しつつ最初に飾った二茶碗をお下げするという、そういうふうな演出にしています。次の写真が最初のお写真のイメージになります。今日お持ちしたお写真、このお写真は今日お持ちした器のそちらの方のものになります。この器について前坂さんに、私はこの赤が好きなんですけれども佐藤さんはこの時代の赤が好きなんですねという話をいただいて、赤も時代によって違うんだなということを教えていただきました。前坂さん、赤の時代による違いとはどのようなものなんでしょうか。小いまりに使われている色絵は緑、黄色、紫、群青、赤の5色が主たる色絵になるんですけれども、その中でも赤の色は時代によってその違いを見ることができるんです。小いまりが最盛期を迎える江戸時代の元禄期は深みのある赤が特徴で、光沢が少なくやや虹色に輝く部分があるのに対して、元禄を過ぎて18世紀の末から19世紀幕末にかけての赤の色は鮮やかさが増してくるんです。そして表面のもですね、やや光沢が出てくるようになります。赤の色一つを見てもですね、時代を判定するポイントがございます。ありがとうございます。次は小いまりでクリスマス。こちらはモダンな洋食器に小いまりを重ねています。こんな風にトナカイを器に置いただけで一気にクリスマスの雰囲気になります。次の写真は蒔絵が華やかな漆器のプレートに小いまりを合わせて華やかな演出をしました。お椀の蒔絵もクリスマスリースのように見えてきます。和食器で洋食をお出しする演出も楽しいと思います。器を変えて楽しむ正月三が日。私はお正月に準備した料理を毎回器と盛り付けを変えて楽しんでいます。家族が少なくなっている現代、一人一人におせちを盛り付ける提案をさせていただいています。最初はお重に詰めたおせちをいただき、それから次はお重から一人一人に盛り付けると、家事が楽になる上に見た目が綺麗で家族にも評判、とても好評です。次の写真の、右側左側にはお雑煮を入れております。そして右側の写真は一人一人のおせちの盛り付けになっています。次は先ほど見ていただきました高倉福さんの二茶碗での器合わせになります。右側の方はその先ほどの高倉草、先ほどは色絵の器に一人一人盛り付けたんですけれども、こちらは高倉草の器に一人一人おせちを盛り付けています。その場合にちょっと変化をつけるために、グラスでちょっと高さを出して先ほどの盛り付けと変化を出しています。そして二茶碗の方には鴨の煮付けと季節野菜の炊き合わせを盛り付けています。そしてだんだん三が日も終わり、お料理の方が少なくなった時に、私はこのように小皿に最後のお料理を盛り付けて楽しみます。見た目にも楽しめますし、最後まで器とともに家族と一緒に楽しむことができると思うので、皆様もいろんな楽しみ方をしてみてください。五感で感じる器セミナー、最初にお話をしました。見て触れて感じながら楽しく学ぶ五感で感じる器セミナーを、日比谷ミッドタウンにあるレストラン豊さんと神楽坂にある紹介性日本料理の功績さんで開催させていただいています。
両方ともカウンターで実際にシェフがお料理を作り上げていく瞬間も楽しんでいただいています。左の写真はレストラン豊さんのカウンターになります。テーブルにこのように器がセッティングされて皆様をお迎えします。右の写真は鉱石さんになります。器の会では毎回このように器と料理のお品書きを前坂さんにご準備していただいています。五感で感じる器セミナーは私自身も非常に楽しませていただいている佐藤さんの企画の一つなんですけれども、実際に初期伊万里ですとか柿右衛門、鍋島、黒谷といったいわゆる鑑賞古美術と呼ばれる器にお料理を盛り付け召し上がっていただく素晴らしい企画だと思います。実際に器をお使いいただきながら、その場でお客様の反応を直に見ることができる、私にとっても非常に貴重な機会になります。あ、今日はこちらの器の貝に使った器もお持ちいただいているんですよね。そうですね、ここで使った器一部になりますけれどもご用意しておりますので、後で、佐藤さんと一緒に、ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次はこちらのお写真からも分かりますようにカウンターに器が並べられ、そこにお料理がこのように盛り付けられています。その瞬間を皆さんと一緒にワクワク楽しんでいます。この日は初期伊万里の器に季節の野菜とフルーツ、18ヶ月熟成ミモレットチーズを上からかけたお料理を楽しませていただきました。この写真はの器は、初期伊万里と言いまして、だいたい1630年から40年頃に、製作された器になります。はい、次の写真はこの魚の器は私のものなんですけれども、普段使うときにどのように使ったらいいのかとてもちょっとわからなかったので、プロの視点からどのように使うのか拝見したくてこちらの器をお持ちして使っていただきました。この日は最後に、これは鉱石さんのお写真なんですけれども、この日は最後に中村料理長の手打ちそばがお野菜と一緒にいただく形で出てきて、その時の薬味とオリーブオイルをこんな風に盛り付けた演出が素敵で、参加した皆様から歓声が上がりました。この写真に写っているひょうたんの小皿になりますけれども、こちらは1650年頃の小伊万里九谷様式と呼ばれる小皿で、右側の魚の形をした小皿、これは1640年代頃の初期伊万里から愛九谷の時代にかけての小皿になります。ありがとうございます。次の写真はレストラン豊さんでのお料理のお写真をコラージュしてみました。この写真に使われている器は、右上の部分にありますのが、これ柿右衛門の煮干しでの小鉢になります。あと左上に使われている器、これ今回ご用意しておりますけれども、小伊万里金蘭での小鉢になります。あと真ん中右側、一番下の右側の蓋茶碗ですね、これは先ほど紹介いたしました蓋茶碗とはちょっと違うんですが、何が違うかと言いますと、蓋が、外側にかぶさっておりまして、こういうものは蓋茶碗と言いますよりも煮物碗というふうに蒸し碗を、として使われた器になります。真ん中の染め付けの蒸し碗は18世紀後半から19世紀にかけての小伊万里染め付けの蒸し碗になりまして、右の下、これは幕末明治期頃の小伊万里の蒸し碗になります。蒸し碗にこの時はデザートを、ね、出していただいて、そうですね、そうですね、開ける時の楽しみ、中からデザートが出てくる時の楽しみとか、ね、皆さんとても喜んでいただき記憶があります。あとメインの器はかなり大きな器を使っていただいて、
まあ、フレンチなんですけれども、和の器を洋風にうまく使っていただいた記憶がございます、ね、はい、うん、とても楽しかったです、うん、次の写真は鉱石さんでの器の会の写真になります。鉱石さんの日本料理はプロの視点で盛り付けのポイントから料理の作り方まで教えてくださり、とても勉強になります。ここで使われている器はですね、左側がアイクタニと呼ばれる器になります。だいたい製作年代が1650年から60年、奥の方の器もこれアイクタニになるんですが、時代が少し下がります。1660年漢文期頃に作られたものになります。ねじりがあるねじりの形になっているこの文様は、お料理が盛られているのでちょっと分かりにくいんですけれども、先ほど最初の頃に紹介したうずらの文様が書かれており、奥側の文様は、色紙の中に槍梅でしょうか、梅の文様が書かれております。ありがとうございます。次の写真はこちらは家計門のポットになります。家計の門のポットがあるというので、大森シェフがすごく楽しい演出をこの時は考えてくださいました。このポットの中にトマトコンソメを入れて、当日皆様のグラスに目の前にこのように一人一人にコンソメを温かいコンソメを入れて振る舞ってくれました。そしてそのコンソメの手前には二茶碗の中にハモが入っており、熊本産のハモと純菜が入っていて、両方の料理が食べていく中でお口の中でマリアージュするという楽しい演出をしていただきました。本来和の器である二茶碗をお皿の上に乗せたら幼少期のようにこういうふうに使われるんですね。そうですね、すごくこう器の取り合わせが面白いと思います。私もあえて和食器をこのように洋食に出したりして楽しんでいます。で、次の写真は同じお料理なんですけれども、このように器を変えるとまた全然見え方が違うのに驚きました。この時使っていただいた器は小伊万里金蘭での不要での文様になります。元禄、江戸時代元禄期の17世紀末頃の作品になります。何より参加する私たちも楽しみですけれども、シェフがこのように使ったり盛り付けをしたり、そのような器を使う自分自身が楽しんでくださることが参加する皆さんとともに五感で感じる素晴らしい会になっている一つだと思っています。次の写真は最後になるんですけれども、鍋島の素晴らしい器を鉱石さんに前坂さんがお持ちくださり、中村料理長がこのように可愛い小さな手まり寿司を作ってくださいました。この器は江戸時代元禄期に徳川へ献上されるために作られた鍋島焼の五寸皿になるんですけれども、実際参加者の方にこの器もお使いいただきました。正規鍋島を使うという五感で感じる器セミナーならではの特別な体験だと思います。はい、私は正規鍋島という名前も初めて聞きましたし、鍋島自体は知ってはいたんですけれども、このように素晴らしい絵柄っていうか実際に触れてみて本当に感動いたしまして、参加している皆様もこのような体験ができたこと、そして日本の当時のものづくりの素晴らしい技術に触れることができて本当に感動いたしました。前坂さん、いつも素晴らしい器をありがとうございます。この器は徳川へ献上されるために作られた器になるんですけれども、この時の参加の方は皆さん女性の方でしたので、お姫様の気分になってそうなんです使っていただいた、はい、記憶がございます、うん、お姫様の体験をさせていただきました。今日はそちらの器もあちらの方にお持ちいただいているんでしょうか。はい、ここで五感で感じる器セミナーの時にお使いいただいたいくつかの作品を
実際に佐藤さんと一緒に見ていただきたいと思います。まず最初が、これ豊さんの時に、はい、使った器になりますけれども、初期伊万里になります。はい、小伊万里よりも少し前に、作られた器、はい、初期の頃の器ということで初期伊万里と呼ばれております。初期伊万里の特徴の一つに、これは実は素焼きをされてないんですね。素焼きをというのは何かと言いますと、一度形ろくろで形を成形したときに、釜の中に入れて、焼成いたします。そうすることで器を完全に乾燥した状態にすることを素焼きというんですけれども、はい、初期伊万里は、成形をした後素焼きをせずに、天日干しにして、それをですね、完全に乾いていない状態のところに、染め付けを用いて絵を描くんです。あ、そうなんですね。はい、あのなんかこのなんか風合いがすごく好きで、はい、私はなんかあのいつもこの器が好きって言うと前坂さんに、佐藤さんは初期伊万里が好きなんですねって教えていただいているので、はい、どうやらこの何とも言えない、なんて柔らかい色合いの中にこの染め付けが入っている、この風合いが好きなようです。はい、染め付けの線がですね、はい、乾燥しきっていない表面の上に、直接描くことで、はい、筆が走り、勢いのある伸び、ね、伸び伸びとしたあの、うん、文様を描けるのが初期伊万里の特徴になります。あとこちらの裏側をご覧ください。初期伊万里の特徴の一つでもある裏行きに文様がないというのがございます。はい、あとは、初期伊万里の高台形の大きさなんですけれども、器の大きさがだいたい7寸皿、21センチなのに比して、はい、高台の大きさが約3分の1になっております。はいはい、これも初期伊万里の焼き物の特徴の一つなんですが、そうなんですね。はい、うん、あとよく見ていただきますと、はい、高台脇のところに、刀工の指跡が見ることができます。これは釉薬をかけるときに、この器をこう握って釉薬をかけるんですが、その時の刀工の指跡が高台脇に見ることができるんですけど、これも初期伊万里の特徴の一つになります。なんか当時 の, あの時代の職人さん の,、はい、あの指跡が残っていて、今もそれを 、はい、見れるっていうことは本当にすごいロマンを感じるんですけれども、そうですね、うん、これもあの先ほど言いました素焼きをしていない生がけで、焼成することが、こういうところが見れる特徴になりますね。はい、ありがとうございます。次が、こちらは鉱石さんの時に薬味をお蕎麦の薬味を入れた器になりますけれども、初期伊万里から幾谷の時代にかけてのだいたい1650年代の頃の作品になります。はいはい、これは佐藤さんがお気に入り の, あの器の一つなんですけれども。あ、そうなんです。そちらの器はすごい私が大好きで、はい、あのこの子たちはやはりあの一つ一つ表情が違うんですけれども、あの一番気に入っているのがこの手前の子で、はい、ちょっとここのところに頭に傷がある、はい、あの補修してある感じがなんか勝手にあの話しかけてあの楽しんでおります。はい、この器の文様は、中国末頃の小染付ですとか、はい、中国明時代の末頃ですね、小染付ですとか、春水でと言われるものに習い、描かれております。また、ろくろでお皿を引いた後に魚の形をした土型に押し当てて余分な部分を削り落とすんですね。それが型打ち成形という技法で、魚にの形に押し当てる、はい、土型です。あらかじめこう土型で魚の形をした土型があるんですけど、そこにこうろくろを引いた皿型のものを押し当てて余分なところを削り落としています。あ、すごい手間がかかっているんですね。そうですね、まだこの時は初期伊万里から、国谷様式に移る頃のまだ技術的にも
成熟していない時なので、変形皿を作るということはそういう型を用いて、作っていたようです。そうなんですね、はい、あと後ろのところになりますけれども、こちらの高台は、削り高台と言われまして、今度はろくろを回転させながら外側内側を削り出している高台になります。あと先ほど言いましたけれども、初期伊万里は、裏行きに文様がないのが特徴と言いましたけれども、こちらは、外側の周りのところに、唐草文様で、高台の中には大明聖火年制という文字が記されています。だいたい初期伊万里から愛久谷、国谷様式にかけての過渡期の頃に少しずつ裏行きに文様が出てくるんですけれども、こういうところからもこの制作年代がだいたい1650年頃のものということがわかります。こういったことも気にしてみると楽しいですね、はいはい、あとこちらの器がですね、小伊万里の金蘭で、の作品になります。作られたのは、江戸時代元禄期、17世紀末頃になるんですけれども、小伊万里の中でも最盛期の時代になります、はい、この頃の器というのは、特別な器として、もちろんヨーロッパにも輸出はされてたんですが、むしろ国内需要用の大名もしくは豪商といった、そういった方の晴れの器として、作られました。本当に美しいですね。そうですね、日常使う器として生まれたわけではないので、特別な時にしか使われて作られておりませんので、使われておりませんので、金彩なども非常に綺麗な状態で、伝生しております。こういうところからも大事にされてきたということがわかるかと思います、はい、でこちらの文様がですね、一つ一つの窓に区切られておりますけれども、はい、これは不要でというふうに呼ばれております。不要の花びらがこう幾重にも重なっておりますけれども、はい、その文様それをこう図案化して、こういう窓絵にしたところに花を散りばめて、そうなんですね、はい、後ろの方はこういう丸門を散らしておりまして、高台の中には面、が入っています、はい、でこちらが、鉱石さんの時に使った器になります、はい、こちらが最後の ご紹介の器になりますけれども、鍋島焼の色絵の五寸皿になります、はい、鍋島焼は肥前の国を統括していた佐賀藩の、鍋島家がですね、徳川への献上を主たる目的として制作したのがこの鍋島焼と言われております。大河内と言われるところに、鍋島藩窯を築いたんですけれども、ちょうど今の伊万里市のところにある山の切り立ったところになりますが、そこに鍋島藩窯を築き、厳しい情報統制の中で技術の粋を集めて、これらの鍋島焼が作られました。本当に綺麗ですよね、はい、今でもこの鍋島焼はですね、色絵磁器の最高峰と称されて、多くのコレクターの方にも魅了する器でありますし、美術館とかにも所蔵されている器になります。すごくまたこちらの金眼でも美しいんですが、はい、その鍋島焼の美しさもまた違った上品で、とても美しくて、すごい感動して私も使わせていただきました、はい、鍋島焼の特徴なんですけれども、はい、この形になります。これは、木の杯の形、木杯型と呼ばれておりますが、お皿、やや深いお皿に高い足の高台がついております、はい、これも鍋島焼の形の特徴の一つです、はい、あと器の見込みの中を見ていただきますと、はい、鍋島焼は、3色の上絵付けを、使っております。
緑、黄色、赤ですね、染め付けの青というのはこれは有花彩になりますので、上絵付けはこの3色を主たる色として、文様を構成しております。でよく見ていただきますと、はい、この緑の部分と黄色の部分、こちらのところに、染め付けで周りに、細書きの線が書かれておりますけれども、これは、明時代の初期の頃、清華亭の頃に作られた焼き物で、桃彩というのがあるんですが、桃彩とは豆の彩り、もしくは戦う彩りと書くんですけれども、その桃彩に倣って、作られたと言われております。そうなんですね、はい、鍋島焼きというと私の中ではすごい華やかなイメージがあったんですけど、うん、この三色っていうことに驚きました。そうですね、はい、黒谷様式の器ですとか、こいまり金蘭での場合は、うん、五彩で、緑、黄色、紫、群青、赤の五彩を使われるんですけれども、はい、鍋島は三色しか使ってないんですが、うん、でも非常に華やかさもあり、うん、また、ね、あの鍋島ならではの気品、はい、品格を兼ね備えている、うん、まあ、色絵磁器の最高峰と称されるにふさわしい器だと思います、うん、はい、あとこちらの後ろの文様になります。これは、丸い七宝の文様を紐で結んでいる七宝つなぎ紋というものが、うん、三方向に配されております。また、高台の側面には、輪郭線を細い輪郭線で、取った後、中側をダミ筆で丁寧に塗り埋めている櫛葉文様というのが描かれておりますが、うん、これもまた、七宝つなぎ紋、櫛葉紋の高台というのが正規鍋島の特徴の一つ、裏行きの文様の一つになります。こちら の, あの文様はですね、まあ、当時はお皿立てに立てて飾るということはなかったんですけれども、うん、実際このようにこう正面に見て飾っていただくと、これをこのまま後ろにひっくり返していただくと、ちょうど正三角形の形になると思います、おそらく鍋島はこれをこうお料理として使った時に、側面から見える文様もこうちぐはぐにならないように、そういうところまで配慮して作ったんだと思われます、はい、やはり見えないところにも本当にこのように文様を描いたり、文様の位置までとても細かくこだわるところに、はい、やっぱり日本人の細やかなそういうふうな精神も感じられて、もうとても素晴らしいですね、はい、以上で器についてのご説明を終わらせていただきます、はい、ありがとうございました、はい、とてもすごい素晴らしい器、ありがとうございます、はい、佐藤先生、前坂さん、ありがとうございます、チャット欄の方に質問が、来ているので、ちょっと読み上げさせていただきます。好きなものに囲まれた暮らしは憧れですが、周りを見ると結構嫌いなものに囲まれている生活を過ごしているのが現実でということで、何から始めれば、好きなものが増えていくのでしょうか、はい、というご質問をいただいております、はい、人によって好きなものは違うと思うんですね。本当にだけれどもやっぱりなんて言うんでしょうね、流行りのものだったり、他の人が今これが好きなものとかこれが素敵というものに買ってしまうと、私自身も後から本当に好きだったかなっていうふうに思ってしまうので、本当にちっちゃなものでいいので、自分が一番好きと思える、例えば猫が好きだったら猫のモチーフでもよろしいですし、お花が好きだったら好きなお花、好きな色、そんなふうな自分の一番好きなものを小さなものから見つけて手元に置いていくと、見ているうちに本当に飽きずにこれが好きなんだなっていうことに気づくので、そういうことから少しずつ始めていただいたらいいと思います。今日たくさん古陶磁をご紹介いただいたんですけれども、本当にここからスタートする初心者だとしたら、どんなものからこう買い求めるとしたら、どんなものがこう始めるのにいいかっていう、ちょっとアドバイスをいただけたら。そうですね、
普段私が扱っている器っていうのは鑑賞陶器といわれる、飾って楽しむ器になるんですけれども、佐藤先生と知り合ってですね、実際こういう器を使っていただいて、私自身も先ほどもお話ししましたけれども、それを使っていただいて、その場でその方々 その反応を見ることっていうのはなかなかないんですね。皆さんこうお求めになられたものを家に飾っていただいてはいると思うんですけれども、実際使われるところを見ることがないんですが、器で感じる、五感で感じる器セミナーの時なんかは本当に皆さん楽しんでお使いいただいて、またその使うことによって品物をこういうものに興味を持っていただいて、現代の器もいいと思うんですけれども、古美術に興味を持っていただく、一番最初の取っかかりとしては、こういう古伊万里の日常使える器がよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。なんか私も初めの頃、前坂さんの時に伺った時に、本当に好きなものから最初に見るタイプなんですね。うん、そして何も聞かずに、この器素敵ですねって言っていたら、前坂さんに佐藤さんは日常に使うのでその器をやめてくださいとか、すごくケースに入っているものを注意を受けたりしたんですけれども、やっぱり残さなくちゃいけないものもたくさんあると思うので、本当に先ほどの通り物ではないですけど、その使いやすいものもたくさんあるので、そういったものから、日常に使えるものから始めてみると、飾り物としてじゃなくて実際に楽しみがいろいろ見つかると私は思っております。ありがとうございます。はい、今日お話を伺っていて、古いものと今のものも合うし、はい、和のものだけど洋と合わせるのも、はい、合うし、で掛け軸を洋間というかリビングに使われていたり、はい、すごくこう自由だなという感じがしまして、こうチャレンジするちょっと勇気をもらったというか、はい、何でもやってみていいんだっていう、なんかこう決まりがあるわけではないっていう、その自由さが非常に今日はありがたいお話でした。ありがとうございます。あとちょっと私からのお願いなんですけれど、はい、今日たくさんお持ちいただいて、器だけアップでこう写させていただいたんですけれども、うん、実は水中、はい、カメラだを通してだと大きさ感が多分わからないと思うんですけれども、ね、はい、ちょっと佐藤先生近くに行っていただいて、もう一回ちょっと大きさ感を見ていただければと思います。はい、そうですね、びっくりするほど。ちょっとペットボトルも持っていった方がよろしいですかね。ペットボトルと比べますか。私自身も比べていただいてもいいんですけど、はい、繊細な大きさです。そうなんです。これ私アップで映るととっても大きく見えるんですけど、この手のひらの上に乗る本当にそういうサイズなんですね。本当にもうとっても可愛くて、この可愛い中にこの菊型の形とか、そのすごいこの鳥の文様とか、そしてこの装飾がされていて、本当にものづくりの素晴らしさが詰まっている器になります。このペットボトルと比べても、これだけ大きさが違うのが分かっていただけると思います。はい、ありがとうございます。私の今日使わせていただいたお写真もほとんどちょっとアップで撮っているので大きく見えるかもしれないんですけれども、私はそれぞれの趣味があると思うんですけれども、すごく小さなものが好きなので、すべてほとんど小さなもので合わせています。で、先ほども自由にっておっしゃっていただいたんですけれども、やはり決まり事はないと思うので、自分の気持ちに素直に人に言われてではなく、組み合わせて自分が好きと思えばその組み合わせが正解だと思うので、それでいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、もう一つ質問が来ています。はい、はい、たくさんの素敵な器をご紹介いただきましたが、まずはじめに買うとしたらどんな形サイズのものがおすすめですか。ちょっと似たような質問になってしまいましたけど、はいはい、私も一番最初にこの通り物にしてもちょっと聞いたときに、
向こう漬けがすごい使いやすいですよとお店の人に言われたんですね。でも私は向こう漬けのサイズはそんなに好きではなかったので、あの自分が好きな、あの先ほどから見てたあののぞきチョコのちっちゃなものと小皿から始めました。はい、はい。こいまりなどは、家庭で使用した場合、どのようにお手入れしたら良いのでしょうか。これすごい重要な質問ですね、はい。普通の洗剤で洗ってしまって良いのですか。まあ基本的に当時も器として生まれているものなので、食器普通にといいますか、食器として使っていただいて何ら問題ございません。ただ金彩が使われているものなんかはどうしても取れやすいものですので、硬いものでこすったりすると取れる恐れがあります。あと、今電子レンジですとか食洗機と言われるものがございますけれども、金彩が使われているものはちょっと食洗機は、使えませんし、あと急に高温になることも耐熱の器ではないので、その辺を注意していただければ、普段の器として使いいただけるかと思います。あと何か私も時々聞かれるんですけれども、持って帰って漂白していいですかっていう質問をすごいされるんですけれども。そうですね、染め付けの器は全く漂白して問題ないかと思います。私もこういう器をですね、全国回って仕入れてまいりますが、かなり汚れている状態で出てくることが多いんですけれども、基本的にはもうキッチンハイターのようなああいう洗剤につけてきれいに落とします。ただ金彩、先ほど言いましたけど、金彩というのは焼き付けている温度が一番低くてですね、取れやすいものですので、あまり濃い塩素系のものにつけると取れる恐れがありますので、そこら辺はちょっと気をつけていただければと思います。ありがとうございます。はい、では、今日は本当にちょっと目から鱗のお話ばかりでした。主婦としては結構面白かったのがですね、お正月の三が日の器の盛り付け方を変えることで、よく見ると同じお料理なんですよね。そうなんです、全部同じなんです。3日間きっと同じお料理を器を変えて見せ方を変えることで、多分ご家族の方は意外と同じものを食べてる感がなく過ごされてるのではないかなという、ちょっとこう主婦として嬉しいアイデアを頂戴しました。はい、本当に全くわからないです。毎回喜んでいただくのでとても嬉しい。小皿をこうたくさんこう盛り分けてこう、いろんなお料理が持っているのも、ああいう使い方非常に楽しいと思います。すごくいいアイデアだと思います。はい、ありがとうございます。はいはい、では、佐藤さん、前坂さんからご案内があるということで、今画面の方に映っておりますが、ちょっとそちらをご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、今年の春に出版予定だったんですけれども、ちょっと今遅れているんですけれども、まさに今日お話ししましたようなことと同じなんですけれども、暮らすに生かすコットアートをテーマにした本を今年に出版予定になっております。ちょっと説明で、はい、第1部、第2部、第3部構成なんですけれども、第1部は暮らしの中に私がちょっと楽しく心の喜びとして何気なく毎日使っているティータイムとか、そのお食事のそういうふうな器なんですけれども、第2部はプロから学ぶということで、プロの視点から使っていただいているそういうふうな器の説明になり、第3部がせっかくこういう学びを私もいろいろいただいていて、器の深い学びっていうのは本当に楽しいなと思っているので、最後は器の辞典みたいな形で、さっき の器の文様の意味や、その伝えられるそういうふうないろんな物語について書かせていただこうと思っています。
秋口、毎年この時期に開催しております、私どもの その催しの一つなんですが、渋谷の東急百貨店本店の8階の美術ギャラリーでですね、今回ご紹介しましたような日常使える古伊万里の器をたくさん出す展覧会があります。昔々の食器店というふうに題しまして、もうそうですね、かれこれ20年以上はやってる催しになります。古伊万里の器からこれ以外 の漆器ですとか、そういったものなんかも多数取り揃えておりますので、またこの時は佐藤さんにもテーブルセッティングもまたお願いいたしますので、ぜひお時間ございましたら足を運んでいただきましたらと思います。それでは佐藤さん、前坂さん、本当にこう素敵なコーディネートの世界を見せていただきまして本当にありがとうございました。今日はありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは、こちらで、10月以降の芸術文化講座のラインナップが決まりましたので、画面の方に表示しております。次回10月20日でございます。暮らしの中の生け花と題しまして、流星派華道家元の、吉村先生に、ご登壇をいただく、予定にしておりますのでお楽しみください。詳しくは京橋細工のホームページでご案内しております。またこれまでの講座のアーカイブは YouTube でご覧いただけますので合わせてご利用ください。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。この後 YouTube の配信画面にアンケートの URL、QR コードが掲載されますので、講座運営向上のためご協力をお願いいたします。本日は芸術文化講座をご視聴いただき、誠にありがとうございました。